タレントの後藤真希38が27日都内で行われたバーチャルアニメフェスプレミアアンバサダー任命式に登壇した。バーチャルアニメフェスは東映アニメーションの新規事業オンオーエヌスタジオスオナノンスタジオによる VR 空間を用いた新作ラインナップイベント。後藤は同イベントのプレミアアンバサダーに就任した。